このダウンスイングに来た時にお腹がボールの方に寄っていってしまう方、トップしたりダフったりする、離れちゃいけないよっていうのが分かっていてもなかなかできない、イメージ的にはこのスクワットのポジション、ここですね。であとはここから膝が伸びていきながらインパクトしていく。はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。マイケル長谷川です。今日もね、やっていきたいと思います。今日はですね、このダウンスイングに来た時に、お腹がボールの方に寄っていってしまう方、そうなってくるとどういうミスになるかっていうと、フェースが開いてプッシュスライスが出てしまったり、まあそもそもこの前傾角度が崩れてしまうので、ボールに当たりにくい、トップしたりダフったりするっていうミスが出てしまう方に、おすすめのですね、レッスンをしていきたいと思いますので、最後まで見ていただければなというふうに思います。この YouTube 見てる方はですね、結構ゴルフの学びやってる方がいらっしゃるので、このお尻が前出ちゃいけないというのは大体の方が分かってると思います。まあどういうことを言ってるかというとですね、この構えた時にですね、こうやって椅子にね、背もたれにこのお尻がくっついてるとしたらですね、このスイング中にですね、お尻の位置っていうのが背もたれから離れていかない。離れていってしまうと先ほど言ったように、基本的に状態が起きてくるので、伸び上がりのね、ミスにつながるということなんですけれども、離れちゃいけないよっていうのが分かっていても、なかなかできないっていうのが、実際のところだと思います。今日はね、ここを詳しくやっていきたいんですけれども、ポイントはですね、このトップの位置からダウンスイング、切り返してダウンスイングに入ってくるときに、大体の方がやっぱりですね、右のこのつま先の方に乗ってきてしまうんですよね。なので、腰が前に出てしまう。イメージ的には、上げます。この位置を少しキープするというか、この位置を置いておいて、このようにですね、右のまだかかとにあるぐらいの気持ちで、スクワットするポジションにこう入ってくるという感じになってくるといいと思います。ここから膝が伸びてインパクトに行くと。こんな動きになります。でいつもね、このくらい簡単にバーっていっちゃってるんですよ。だからみんなね、なんか、あ、そんなもんかでやってるんで、なかなかできなかったと思うんですけど、ちょっとこう詳しくやりますからね。ここから右のかかと。いきなりつま先に行かないで、イメージ的にはこのスクワットのポジション。こうですね。かかとに感じてくださいね。この時の正面から見たところのチェックポイントなんですけれども、骨盤の中心と胸の中心が、腰が回っていった時に、ここが垂直になるような形になるのがベストですね。例えば、このように流れてしまって、こういうズレになってしまうと、これ過度なインサイドアウトになってしまうので、やっぱりこうチーピンとか手前ダフルとかね、チョロをするとかっていうミスになるので、ここはちょっと注意していただきたいんですが、このマイケルゴルフ TV もですね、結構たくさんの方に見てもらって、みんなに一生懸命練習してるんですよ。で、右回りって練習していて、ね、腕の中ではできてると思うんですが、そこに来てちょっとこの軸が右に倒れすぎてしまっている方がちょっと多いように感じますね。構えたところからかかとに入ってくる。この時に腰がやっぱりこう回っていきながら、骨盤の中心と胸の中心が垂直な状態になっている。この切り返しっていうかな、ダウンスイングができると、このイメージができると、あとは手を振るっていうことじゃなくて、あとはここから膝が伸びていきながらインパクトしていく。こんなような流れになっていきますので、このイメージを持っていただければなというふうに思います。それではね、実際打ってみたいと思うんですけれども、最初はね、スイングっていうのはこう連続する動きでやらなきゃいけないんですけれども、ドリルですからね。バックスイングからかかと。ここではかかとに僕の中では入ってます。胸と骨盤。で、骨盤自体はもう40度ぐらい開いてますね。うん、そう。こうですね。で、膝を伸ばしてフィニッシュ。まあこういうのストップ&ゴードリルとかって言ったりするんですけれども、この、ここから来たのをもう一回持ち上げて打つっていうイメージですね。トップの位置から、バックスイング、ここ。で、ちょっと持ち上げて、膝を伸ばして、しっかりこう最後はね、左膝を踏んでいくっていうところがポイントですよ。ダメなのが、ここから、例えばこう流れた状態。ここからも、絶対当たらないです。もう手でこう行くしかないんで、流れないようにまず注意してくださいね。なおかつ、ここはですね、ここから、これもダメですね。前に行っちゃうと、もう届かないですよ。僕結構サムダウンしていいよって言ってはいますけれども、こうやってサムダウンして、これ全くダメですからね、これって。単なるフリップですから。ここから、こう入ってきて、ここで、こうね、こういう形になるんで、まあ、これは全然問題ないです。ここからバックスイング、かかとに乗って、ここを合わせる、膝伸ばす。まあ、こんな感じでですね、止めて、ストップ&ゴーって言いますね。止めて、もう一回動いて打つ練習。このドリルをですね、練習場でね、繰り返しやってみてください。で、最近寒いですからね、こういうの練習すごく効果的なんで、
上げて、こうかかとですよ、かかとでちょっと持ち上げて膝を伸ばしてるんです。で必ず打ち終わった時にしっかりこの左足を踏んでるようにですね、ここを注意して練習してみてください。そうするとですね、足を正しく使う、それから体のターン、トランクローテーションスイングですね、こうやって体をしっかり開いていくスイングっていうのがどんどんできるようになると思いますので、よくね、体が開けない方とかもこれいい練習になるかと思いますので、この練習を しっかりですね、コツコツやっていっていただければと思います。今日はですね、体が起き上がってしまう方、それから起き上がってしまうということは体の回転が止まるっていうことなんで、体の回転がちょっと苦手な方っていうのにすごく有効な練習方法を今日お伝えできたと思いますので、ぜひ練習の方で実践してみてください。ではまた。